FT スタジオ片付け中。この時間は FT スタジオの提供でお送りします。どうも FT です。今回の FT スタジオ片付け中はここです。 JR 西宮駅に来てます。近所です。今回はこの JR 西宮駅の周辺を歩いていきます。JR 西宮駅は北側と南側に出口があって、今僕がいているところは北側の出口です。まずは北側のロータリーをぐるっと歩いていきます。阪急バスと阪神バスのバス停があるよ。バス停を越えて横断歩道を渡っていきます。北側のロータリーをぐるっと回って、でトンネルがあって、トンネルを抜けて南側に行って、南側をまたぐるっと歩くっていう感じで今回は行こうと思ってます。白い三角屋根のところ、さっきあそこから歩き始めたよね。北側のロータリーを一周したので、その横のトンネルから、これこのトンネルから南側へ抜けていくよ。はい、トンネルを抜けました。JR 西宮駅の南側に到着です。こっちが JR 西宮駅の南側の出口です。 JR 西宮駅南側の出口から改めて歩いていきます。マクドナルドがあるよ。自転車置き場があって、バス停があって、この左側にフレンテ西宮というショッピングセンターがあるよ。フレンテ西宮の入り口です。反対側はバス停、阪神バスのバス停があって、大きなロータリーがあるよ。フレンテ西宮、どんどん歩いていきます。はい、もう一つバス停、これも阪神バスのバス停ね。ここからは阪神西宮、阪神芦屋、西宮浜の方に行けるバスが出てるね。左側にフレンテ西宮の大きい入り口が出てきます。フレンテ西宮のこっちから入り口好きなんよね。よくこっちから中に入ります。大きい道に出てきたね。これはね、国道2号線っていう大きい道です。横断歩道を渡って右に歩いていって駅に戻っていこうかなって感じ。横断歩道を渡りました。
こからフレンテ西宮見るとこんな感じ。かっこええな。なんかあの科学館とか美術館みたいな感じに見える。大黒、大黒、あれここ蔦屋じゃなかったっけな。大黒になってるわ。まあ、このまま右に歩いて駅に戻っていきましょう。ここなんか工事中やけど、なんかできんのかな、知らんけど。このまままっすぐ行って、あ、奥にね三角の屋根見えてる、あそこにまた戻っていきます。銀行があって、ファミリーマートがあって、そうそう、この上にね桜 FM っていうのがあるんよ。桜 FM は西宮市のコミュニティ FM です。美容室があって、ハンバーガー屋さんがあって、ドラッグストアがあって、ここを右に曲がると、JR 西宮駅の南側の出口の近くに戻ってくると。おお、バスが来たね。阪神バス到着。JR 西宮駅の南側の出口に戻ってきました。今回の FT スタジオ片付け中は JR 西宮駅の北側と南側をちょっと歩いてみました。というわけで今回の FT スタジオ片付け中はここまでです。それでは See you next time. バイバイ。 FT スタジオ片付け中、この時間は FT スタジオの提供でお送りしました。